2020年7月19日、13時、ちょっと回りました。13時10分ほどですね。今ですね、大分県のですね、桃枝陸橋ですね、桃枝トンネル、岩盤からですね、岩盤くり抜いてトンネルがあってですね、そこからすぐ大野川ですね、大野川を渡る鉄橋があるんですね。で、そこをですね、電車が走ってくるんですよね。すごいところがあるんですよ。で今ねそこに行く手前なんですけども、なんとその手前にもですね、ここを通過しなければっていうところがあるんですね。そこはなんとこの大分、川にこのまま行くとドボン、川に行くとドボンしちゃうと思うでしょう。でもこれ見る限りもうこのまま行ったら川ドボンですよ。本当にもう川ドボン、このまま入っちゃいます。ただこの川ドボンしないで、なんと四国だけじゃありませんでした。大分県にもありました。この沈下橋がありました。大野川をですね渡る桃枝鉄橋がねあるですね、ところ、本当にね桃枝鉄橋、そこから本当にめっちゃ近いところにねこの沈下橋があります。でこの沈下橋を渡ったらもうそこは桃枝鉄橋でしたっていうね感じですね。このね桃枝鉄橋をちょっとね見に来たんですよ。桃枝鉄橋ね、そしたらね一粒二粒美味しいというね、なんとね沈下橋まであったという。沈下橋、多分ね沈下橋のことはあんまりね話題に なってないと思うんですよね。このね桃枝鉄橋がね、話題になるかと思うんですけど、でこのね桃枝鉄橋をですねなんかね書いてあるんですよ。ね、この桃枝鉄橋をね今ねもうねちょっと電車の今来る時間ではちょっとないんですけど、先ほどね電車来ることで通りましたけどね午前中ね。でねここね岩戸の景観とかなんか出てますけど、なんかねこういうね鉄道のなんかこういう鉄道フラモチューとかねなんか出てますね。でちょうどここね大野川とですね、あとこちら側がもですね川がですね流れてます。どちらかというとこちらの、細めの川の方がですね、水はですね綺麗ですね、透明度ありますね。釣りやってる方もねいたりしますね。それではですねこの桃枝鉄橋とねこの沈下橋ね、大野川の沈下橋のね、あるね、一つで二つ美味しいポイントでした。